小谷サワーです。お待たせいたしました。これ小谷サワーってあの、はい、これ何が入ってるんですかね。なんかオリジナル的なやつ。ちょっと大事な。ああ、なるほど。はい、小谷さんはおそらく何だろうな、若干度数は高いです。度数めっちゃ高い。多分17%ぐらいはある。なんだろうな、度数すげえ高えなこれ。投資が200円となってます。柱3本で380円、418円。なんだこれは。これ、小谷さんは何だろうな。企業秘密って書いてあるけど、あ、企業秘密らしいけど。すいません、はい、ご常連さんですか。まあまあそうです。この小谷サワー、あるんですけど、これ何が入ってるかなと思って。あ、本当だ。あ、書いてあったんですね。あ、本当だ、書いてあるわ。
小谷サワー100円、使用している焼酎、氷類焼酎のプレミア25度。サワー類の、焼酎割合は高めになってます。当社独自の風味をつけたさっぱり味。度数は多分 8% か 10% ぐらいあるか。それプラス何か入ってるみたいな感じ入ってないですか。あ、でも店員さんなんか含みのある言い方だったんで、ああ、じゃあもしかしたらなんか、ああ、でもこれはその片身サワーでね、もちろん、ね、うん、チーズのためになりますけど、あとだからなんかレモンとか、うんうんうん、あ、これは梅酒サワーってやつがそのそれなんです。あ、梅干しサワー。確かに度数高いですね、これね。これは私の推測で、値段が安すぎるので、きっといろんなお客さんが大丈夫とか、うん、でも、氷類焼酎って大体そういうもんじゃないですか。あの4リッターの。そうそう、ええ、でも、100円でサワー出すお店なんてないですか。うん、ないですね。確かにないです。そうですよね。まあ、まあだからびっくりして、だから入ったんですけどね、俺、今日初めてで。これ100円？そういう意味ではですね。ええ。どれですか。一番その多いようなやつっていうのは片焼きそばですか。あ、でも焼きそばですもんね。レバニラ炒めとかの方がなんか竹の魚とかには合いますよね。焼きそば。あ、このあ、そうなんですか。まあ、そうですね。焼きそば揚げた麺じゃない。あれ、なるほど。あ、はい、ありますよね。あ、なるほど。あ、じゃあちょっと頼んでみようかな。あの、すいません。はい、片焼きそばください。はい、片焼きそば。だからホイス細胞ハイボールとかあるじゃないですか。ああいったのとか、梅割りとか。はい、ええ、はい。あと、梅割りのあの、サワーとか。ああいったのも、なんか下町だと、あの、有名じゃないですか。まあ、いわゆる伝説って言われてるやつで、僕もあの、その、お店で、本当はお店しか、だから、あの、流通してないんですけど、お店の人にが、あの、なんとかお願いしますって言って、あの、購入しましたね。あの、現役の方。確かに安いな、これは。若干やっぱ甘い。これ度数何パーセントぐらいだと思います？思うか？
うん、なんとなく。9とか9とかじゃない。多分そうですね。まあ、今 9% とか生えてますからね。ただ、甘味料が僕苦手で。そうですよ。だから、俺は大体、焼酎ハイボールのレモンとか、宝酒造が好きなんで。だから買うときは絶対裏見て、甘味料入ってないか見て、絶対入ったら買わないんですよ。気分が悪い、気持ちが悪いんです。だからもうあんまりもう、飲まないですね。絶対ほぼほぼキューパーとかになると、ほとんど甘味料入ってるんですよ。だけど宝酒造のやつだと大半入ってないです。だから僕は好きなの、宝酒造は。キリンが出してる本酒とかもいいやつ。ああ、甘いんですけど、果汁とお菓子しか使ってないと歌ってるので、あれのレモンとかだと全然甘くない。非常ドライ。あ、さっきの話ですけど、まあ、これはやっぱり一番安いとは思いますけど、これ結構ね。だけど、あ、本当だ。確かに安い。あ、本当だ。これは確かにそうだ。で、これ秋になるとこれが普通に秋味になって同じ値段。だってビールの大瓶って言ったら大体300、そこら辺の店舗で買っても350円ぐらいですからね。すげえ安いですね。本当だ。ミニグラス生ビールってこれどんなの？いやいや、生はね、普通の生は普通です。生は90円とか。あ、そうやって飲むんですね、それを。ははあ、なるほど。よく考えてもらう。いっちゃ何リッターぐらい入ってるんですか？5杯分。ああ、5杯分ってことは、これ1杯がだいたい300、いや、氷を抜いたら200ぐらいか。じゃあ1リッターぐらいですかね。ほら、悪いことのアバス。ありがとうございます。あっちに多分置いてあると思います。あ、ほら、はい、はい。あ、これはない。ピッチャーか。だって常連さん、ピッチャーなんで。だから私の場合は、今日は分かんないけど、僕、日本酒飲んで、あ、日本酒好きなんですか。刺身食べるときは大体日本酒なんで、ピッチャーだと消化しきれなくなるんで。僕は生まれ新潟なんです。八海山とか、そう、八海山とかが大好きなんですけど、一番好きなのはやっぱ八海山の一番安い普通酒のやつ。大体日本酒で普通酒の方が、大吟醸とかより、日本酒のってあるじゃないですか。あれがだから、辛口なんです。普通酒の方が。で、日本酒はプラス5とか。辛さ、日本酒のっていうのは、上がれば上がるほど辛口になって。で、大体、大吟醸とかになると、大体0とかになるんですよ。でしかも値段高いんで、一番普通酒が一番好きなんです。だから、締め張り鶴とかも美味しいです。お願いします。確かにこの店めちゃくちゃ並びますよね、夜になると。なるほど。じゃあ梅干し入りサワーのがにそうこれを入れるみたいなのが大体サワーとあるいは、生レモンサワーのいいじゃん、すごいじゃん、だからあれで来るので、全部入れると大体いいけど、グレープ
ちょっと絞ってちょっと入れて、2回目はこのサバを卵でまた入れて、生肉で1つで3杯ぐらいはかかりますから、わかりました、みんな好きなようにどうでもいいや。僕実はあの YouTube で、あの飲酒動画を主に配信してるんですけど、これなんかあのどっか行って、まあこう動画撮って、まあ、アップロードするとか、大体の場合あの夜中にあの生放送して、それで酒腐るほどあるんです。はい。ニコニコみたいな。あ、ニコニコ生放送っていうのがあるんですけど、それとあと YouTube の生放送がある。で、それで収益っていうか、あの、来場者数とかコメントとかで、まあ、あの、稼げるんで。YouTube 最近あの厳しくなりまして、あのチャンネル登録者数っていうのが1000人超えないと金もらえなくなっちゃったんです。前はあの1人でも、あ、全然できないんですよ。1000円でも俺3000人ぐらいなんですけど、全然ダメです。だからあの本当にすげえ動画とかにあの編集とかしまくって、1日だから6時間ぐらい編集作業とか、それで15分の動画を作るの、なんかヒカキンさんって言いますよね。あ、そうじゃあ、あ、そうなんです。で、あの一番まあ、日本で一番その稼いでるのが、まあ、ヒカキンさんって通じます。はい。これは、これ、俺の比較で、手を。これはでかいわ。これはでかいですね。最後の締めにちょっと、これで片焼きそばが、380円プラス税で418円か。これ酢ですかね。やばい。だいたい居酒屋行くとあの潰れるまで飲むタイプなんで、あんまりやべえです。前あの銀座にあるバー行ったんですよ。300バーっていうところ。モヒートっていうカクテルあるじゃないですか。あれが唯一、あの、銀座にある300バーっていう、300バーで、そこがあの、唯一、日本で、あの、モヒートの、原産国の、からですね、メキシコだったっけ、から、あの、認定されてる、証があるんです。それ、あの、唯一、そこにしか。で、すっげえ安いんですよ。マジで。ものすごい安いんです。銀座なんですよ。それなのに、1杯300円なんですよ。カクテル。で、マティーニとか、しかも、まあ、一応、メニューあるんですけど、あの、オリジナルの、俺も結構、カクテル詳しいんですけど、それ乗ってない、あの、ウォッカマティーニとか、ウォッカマティーニとか、あの、ボンドマティーニとか、なんか、そういうなんか、あるんですけど、その、組み合わせ適当に言えば、うん、作ってくれる。うん、そう、そうです。変えたりとかって。で、マティーニはジンだっけ？あ、ジンです。ジンに、ええ、で、あとシェイクとか。あれ、マティーニって本来こう、混ぜて、こう、してたんですけど、こう、シェイクで、やってくださいって言えば、してくれるんですよ。これでもめちゃくちゃ来るんですよ。あそこ収容人数100人ぐらいいて、あの席がなくて立ち飲みなんですけど、外国の人とかも腐るほど来て、で、あの、3000円分、つまり 10杯分頼むと、あの、
1枚 お得になって11枚来るんです。でチケットでだいたい300円ってなって、そこでもうあの全部カクテル3000円分あのいや3300円分か11杯全部飲んで泥酔して帰る。だからマティーとかめちゃくちゃ度数高いんですよ。でアルコール度数、だいたい40下手すると47度か45度ぐらいになっちゃうんで、だからあれあんま好きじゃないですよ。ぶっちゃけただのジン6で飲んだ方がいい。ジン6で飲んだ方がいいだろ。あれだからベルモットっていうあの白ワインですがかかってるんですよ。だからあれほとんど入ってないと、もうあのぶっちゃけ わけわかんないんで、もうあえて3分の1ぐらい、まあ普通だからドライ、マティーニでドライがなんか、あの、売れてるっていうか、その流行りなんですけど、もう無視して普通にあの半分半分ぐらいでやった方が全然あの、うん、うまい。これそうですよ。あ、すごい、これ。あ、からしがついてる。あ、内田ってご存知ですか？あそこ、俺以前行ったんですけど。え、あ、縦位置、ええ。あそこであの動画撮ってたら、あの、怒られました。はい。だから、ここだけしか撮ってないんですけど、こうやって、ここだけ。なんだけど、あの、他の。そうなんですよね。だけど、食べログとかで、めちゃくちゃあの、だからそういう、あの、だから内田みたいなとこでも普通にめっちゃあるじゃないですか、写真って。だから結局、あの写真撮影禁止って言っても、絶対誰か撮るんで。ええ。常連さんの。おすすめというか、梅干し入りサワーをいただきましょうか。なんかあります？おすすめ他に。ええ。うん。日焼けで有名の、あの、美味しいっていうのがあります。うちあげ。串揚げで何かおすすめありますか？あ、本当だ。串揚げ A コース5種類。シジトナス、ちくわ、チーズ、うずら卵、スモークインナー。あ、本当だ、いっぱいあるわ。日本で200円。でもこれも、これで意外です。でも、串揚げ屋さんだったら1個ぐらいちょっと、やっぱ串揚げでおすすめ串カツですか？あ、ちなみにここ自腹できてますよ。この A、B、C、これって5個あるじゃないですか。ここから何が一番おすすめですか？多分好みの問題で。ああ。
し、回転が強いのが一緒だし、品数が欲しいならピンとか、安さを追求するなら A だし、あ、要はネタによって好みを決めればいいんじゃないですか。ごもっともです。じゃあ俺 B コースにしようかな。すいません、串揚げの B コースください。串揚げ B コースが、カツとエビ、モンゴイカに、ちくわチーズ、ナス、シシトウ、スモークウインナーとなってます。すいません、あと梅割り、何でしたっけ、梅干しサワーください。梅干しサワー、あ、すげえな、これ。これなんだ、わさびかな。これ岩塩ですかね、これね、この緑色のやつ。あ、そうです、あ、多分抹茶状じゃないですか。ああ、抹茶状なんだ。あ、もうこれ野菜スティック来ましたね。野菜スティック。はい、どうも。梅干しサワー来ました。この割りかっていうこの、あの、グラスのこの割りっかってこれ何なんですかね、なんかわかんないですよね。何なのかなって結構そういうの出るんで。それでは乾杯。すいません。ああ、うん。美味しい。じゃあちょっと野菜スティック、あ、梅、あ、これ梅わ、これ何なの、大根かな、あ、うまい、あ、これうまいわ、うん、梅、あれ、ないのかな、ここがわかる、ラーメン二郎ってあるじゃないですか、あれみたいなもんですね、さっき言った、内田、前、ラーメン二郎行ったことがあって、その時に、20分以上経ったんですよ、注文が届いてから20分以上経ったらですね、お客さん、食べられないんだったら、もう、残してくださいって言って、いや、食べられますよって言ったらですね、後が疲れてますんで、早く食べてくださいって言われました。それ以降、行かないようにしました。私はラーメン二郎行ったことないんですよ、面倒くさいんですよ、だから注文の方法とかあるらしいんで。でも内田の方が半端ないです。まあ、内田の方が、私も内田まあ、ただ梅割りだけちょっと、飲んで帰るみたいな。あんまり店主が、スキンヘッドなんですよ、怖いんですよ、あの人。うん、店主と接点はないんで、そうね、狭いじゃん、せかされるし、コンビニだから、有名な、うちだの有名な料理とか、あんまり言わないけど、
まあ、さえさえちょっとあの不景気であのマスクも今とんでもないことになってますし、だからなんか何でもなんかまた野菜上がるとかって言ってるじゃないですか。何が上がる？野菜が。ああまあまあそうですね。まあ、確かにあそこは安いんですけど、安いっていうか、でも串焼きとか、串焼きじゃねえや、なんか生レバーとか、もつ系の串、あれが日本で200円だったっけ、多分そんぐらいなんですよ。で、あとなんかこう、でもあそこ禁煙になったしな、あ、そうなの？ええ、いいことじゃん。あ、いや、僕タバコ吸うんですけど、あ、私は吸わないよ。タバコも高くなったんで、俺自分の部屋でしか吸わないんで。あ、僕は大丈夫です。あ、つかない人いますけど、だからあのそこらで吸ってるんで。あ、鼻についてます。鼻に、あら、あ、ここら辺に、あ、あれですか、花粉症ですか。あ、俺も花粉症なんですけど、俺も花粉症1年前ぐらいになったんですよ。だから一年なのか分かんないですね。花粉症っていつになるか分かんないです。だからまあそれプラスマスクのまああれですね。今は何花粉ですか？杉花粉ですか？ものすごい匂いのありましたね。で、なんだかわかんないですけど、だから杉だけじゃなくて、そのいっぱいあるじゃないですか、花粉って。はい、うん、だから、で結局原因がなんで原因なってるのかわかんないんですよ。だからマスクしながらで鼻水がもう。大丈夫。僕もだから去年花粉症のためにマスクちょっと120万円ぐらい購入してしたんですけど、今転売ですげえ高くなってるじゃないですか。ヤフオクとかで4倍ぐらい、ダイソーで100円のやつが4倍の値段で売られてる。言います。だから犬から売ってるんですよ。いや、そうだけど、出してるんだよ。うん、うん、オークションだから、金払うでしょ。うん、うん、それなりにちゃんと値段されてるんだ。うん、うん、うん、でも、あ、そうじゃない。まあ、今はメルカリとかの定額で、例えば即決1000円とか、だから入札とかじゃなくて、ああいうのって結局ほら、あげる人たちって複数アカウントであげたりするバカいるからなんですけど、だから俺善意で無料配布してたんですよ、この綾瀬駅で。で、一人結局だから免疫力がないってなると大体子供なんですよ。で、だからその、うん、でも、お年寄りって、いや、子供とお年寄りどっち優先しますかってなったら、子供じゃないです。で、じゃあ、子育てしてる、まあ、母親とかが、まあね、いて、でその人、だからベビーカーで、ツイッターで僕が別のアカウント作って、配布用アカウント作ったんですけど、そ
その人にだからマスクの、まあ、いわゆる本来だったら1日あので捨てるっていうマスク7枚あと洗えるマスク、あの黒いやつとか洗えるやつなんだ、うん、洗えるんですけど、で1個あげて、で、まああげた方が嬉しい、うん、でその人はしっかりあのお礼っていうか言ってくれたんで、結局あのウィンウィンになる。俺はどうせまだ一応まあ、ほとんどぶっちゃけ使ってなかったんで、なんでか知らんけど、だけど、まあ、その人はお礼言ってくれて、助かりました、やっぱり。いや、そういう間は僕も嬉しいから、嬉しいからウィン、相手も喜んでくれてウィン、ウィンウィンなんです。でも次にその、あのそのツイッターでくれって言ってきた人が、あの子供を持つ小4の、子供を持つ母親だったんですけど、ツイッターで、あのでダイレクトメールで、まあ、僕がやり取りするんですけど、そしたら、ありったけくれって。って言ってきたわけですよ。それで俺はブチッと切れて、ハズレさんそもそもくちゃうめえ、これピーマンとかナスとかすっげえサクサク、これネギやな、サクサクうまっ。あーうめえな、これうまっ、この梅味もおいしい。結構俺カクテルは詳しいんですけど、自分であのシェイカーとかいろいろ持ってるんですけど、まあ扱ってあの夜だから配信して、それであのカクテル作って配信したりとかしてたりするんですけど、最近じゃなくて1年前ぐらいにあのカフェイン中毒っていうアレルギーになりまして、カフェインってなんかあのま、うん、まあ僕精神科通ってるんですけどね、あのよろしくない、絶対に。あのさらにいわゆる今で言ったら、今で言ったらあのブルショットとかレッドブルにウォッカ入れて飲むみたいな、だから あのアルコールプラスフェインっていうのを混ぜるととんでもないことになるんですよ、とんでもないになるんですよ。で俺本当にあの動画撮ってて死にかけたんで、すっげえ普通にアルコールだから、あのコカ・コーラでもあれアルコール入って、間違えた、カフェインが入ってるじゃないですか。でも一応コーヒーの6分の1って言われてて、 100ml あたり 10mg コーラが入ってるんですけど、それでも 200cc ぐらい飲むと、あの動悸がもうバーってなって、で気分が悪くなるんで、そうなんですよ、うん、そうです。だからコーヒーとかも大好きだったんだけど、突如なって、突如だから意味が なったっていうのが分かんなくて、普通に飲んでたから常識的にね、
で、たまに飲まなかった日があったんです。そしたら、あれ今日は全然普通だなと思って。あれなんだろうって思ったら、あ、コーヒー今日飲んでねってなって、続いたんです。あ、そうですね。アルコール、俺のうん、うん、そうです。うん、そうです、そうです。それなんです。だから、俺、アルコールと、タバコが趣味なんで、もう、タバコは、あれは、ないです。だから、アルコールは、薬もらってるんですけど、アルコールと、あと、DHC とかのサプリメントで、西洋音切り草っていうのがあるんです。はい、西洋音切り草っていうの。あれが、うつ病の人は飲んじゃダメです。まあ、それ知らずに、大体でも飲む人って大体そもそも、その目的で飲むんで、うつ病の緩和、うつの緩和とかで飲むんです。ただ、そんなの飲むんだったら、さっさと、精神科行けって話なんですけど。あと、ギャバとか、もう、すげえ、個人的にいや、ギャバそうな気がするんですけど、一応、処方箋の薬局で聞いたら、薬剤師さんに聞いたら OK っていうことになる。だけど、ギャバって、処方足れないんで。だから根本的な解決になってない。だからそこら辺 Amazon とかで DHC の JAVA とか買って、お願いします。あ、これエビうめえわ。これマヨネーズ。でも結局何が一番悪いかって、ストレスが一番やばいんです。ほら、ドクターペッパーを毎日5本ぐらいずつ飲んでる人がアメリカにいて、普通に100歳以上いてっていう人もいるんですよ。で、あと、うちのじいちゃんとかも、70年ぐらいタバコ吸って、50年だったから60年ぐらい吸ってたのに、88歳まで生きてましたから、スマホのアプリとかで、タバコ一本したら何秒自分は縮むってなってのがあるんですけど、毎日20本、しかも結構きついやつ。まあ日本だとセブンスターってやつなんですけど、それを毎日飲んで、吸ってたんですけど。セブンスター？え？うん、セブンスターです。だからあれどうす、俺余裕なんですけど、今は売ってますよ。値段高くなりましたけど売ってます。で、昔マイルドセブンっていうのがあったんですけど、あれがなんか名前が変わって、まあ、俺もあれ飲まないんで、飲まないで分かんないんですけど、名前変わったんです。で、今僕が知ってるのは、手巻きタバコっていうやつで、いや、やばくないです。いや、フィルターも買えるんです。フィルターもあるし、売ってるの別で売ってて、あとペーパーも別で売ってて、で、あと、まあ、シャグっていうの。うん、あ、そうなの。世界ですよ。東南アジアでもいいし、南米でもいいし、アフリカもあんまり行ったことないんだけど、タバコの葉っぱだけを
まあ、タバコ作ってるところがたくさんあって、すりつぶして、で、苦しむで丸めて、そのまま吸うわけです。だから、葉巻の超廉価みたいな。うん。売り方なしだもんな。超やめてるんですよ。まあ、基本的に売ってますよ。まあ、そこら辺のタバコ屋では売ってません。うん、まあ、ネットでもそうだし、ドンキホーテで最近だったら売ってます。うん。で、じゃあドンキホーテももしかしてタバコの葉っぱも売ってる？うん、そうです。じゃあこのキット状態で揃っちゃう。うん、揃います。あと巻くやつがあるんですよ。ローリングマシンみたいなやつ。まあ、ローリングマシンっていうかこう手でこう。まあ、ペーパー入れて、フィルター入れて、シャグ入れて、で、あとそこに、こう、丸、こう、丸めて、で、ペーパー入れて、はい、出来上がり。っていうのがあるんです。流行ってる？いや、流行ってるかどうかわかんない。結構、使われてるってことですか？ぶっちゃけに値段が安いからですね。セブンスターとかそういったやつとか。まあ、そうはそうなんですけど。だから、JT はもう、タバコをやめて、ハマくん、リトルシガーっていうやつに切り替えたんです。昔からうちのゴールデンバットルは、まあ知らないと思うんですけど、いや、もう今なったんです。最近なったんです。で、ピースは、今はフィルターなしで売ってますけど、あれが唯一、もう、ゴールデンバトンの昔はこれ、普通にフィルターなしだったんです。だけど最近になって、まあ、最近じゃないけど、1年前ぐらいに、フィルターついて、で、なおかつ、うん、あれも100年以上塗ってますからね。一番歴史のある、タバコです。昔からありますよね。顔は分かるんですけど、僕は普通にショート。あ、売ってますよ。え、ピースも売ってます。あ、売ってますよ。ハイライトも売ってます。あ、売ってます。そこら辺の近くに、タバコの、バスターミナルのあたりにあるんですけど、あそこで大体缶ピースとか入るんです。50本入りの缶で入ってるやつ。だから密封性があるんで、すごいちょっと、あれピースはバニラ香が若干あるんで、それで、ね、まあ、はい。俺の20歳ぐらいの頃で、セブンスターは普通でね、ヘビースローとか、ピースとか、フォークとか、だけど、ちょっと10年くらい前とか、そっから時代の要はバブルを過ぎて、もう、たくさんタバコを吸うようになったけど、メンソールなんか、なんかウルトラライト系にみんなシフトしたり、ああ、そうそう。セブンスターは、ヘビースローカー扱いです。俺ショートピースとかも普通に吸っています。あるわ。それはヘビースモーカーで、どう？まあそうなんですけど、手巻きって結局すぐ吸えるって、もうだから買えばすぐバッて吸って吸えるってなると、どんどん吸っちゃうんで、手巻きって手間があるんで、結果として絶対よく抑えられるんですよ。で、しかもぶっちゃけそこもそうだし、値段自体がシャグの値段とかも全然かかんないんで、おまけにブレンドとかできるんで、自分好みに適当に変えられるって。だから電子タバコとかって今流行ってるじゃないですか、アイコスとか。ああ流行ってるんですけど、あれも結局依存性があるんで、だから喫煙所じゃないと吸えないんです。確かに煙は出ないんですけど、タールがないだけでニコチンは含まれてる。で、ニコチンが常用的にこう、溜まってしまう。だから、これ普通に普通に僕吸ってますから、ね、ってアパートで。
あ、これ玉ねぎだ。うまっ。あ、うめえこれ。すいません、おたにさわーください。やべえ、またこれあれだ、完全に潰れるまで飲むタイプだこれ。ねべ、だいたい一杯でやめろって言われるのが、あのほら一杯でやめろって言われてって言われるんですけど、あの大体絶対にあの一杯飲んだらもう一杯飲む人間なんで。しかも100円ときたらもううわーって感じです。まあ一応カクテルの材料とかもウイスキーとかも大好きでいろいろ持ってるんですけど、家でカステルを作るってことはさ、まあ、そういうのもそうですよね。はい、ありがとうございます。ググりゃ一発です。ベースになるものとか、うん、まあ、あとだから、あのシェーカーとか、あのバースプーンとか、まあ、あれ、ね、適当にあの一式でアマゾンとかで売ってますから、簡単に作れます。カステルの道具はと思うんですけど、実際にそれを作ろうみたいな、うん、何が作るかっていうけど、何かのウイスキーが必要だったり、何ちゃらリキュール、味のリキュールだったり、コーヒーリキュールだったり、家に行くのにね、アルコール、リキュールを含めたアルコール系が多分10種類とか、真面目にやってる人だったら30種類ぐらい持ってるわけだし、どうしたらいつも同じの飲んでるんだけど。これは今まであの YouTube だと1000種類以上飲みました。いや、カクテルだけじゃなくて、あのビールとかもチューハイとかもそうですけど、カクテルとかだったらもうあの一応今俺のうちにあるのがまあ軽く見て 50種類ぐらいありますね。だからもうあのパソコンの横にもうブワーってで、まあぶっちゃけあの40度とかなんで、あの絶対腐んないっていうか、あのなんないんで。それはそうなんだけど、うん、ええ、あの瓶の片口にホコリが溜まったりするんで。そうなんですよ。だからそこら辺ちょっとマジし、あのワンルームなんでスペースがないんで、これなんとかスペースいけんですよ。まあ、多分どういうのなんだけどやめられないんです。俺もだって、シェイカー家にあったんだ。実際もね、今の話は、実話であったし、うん、自分で作ったら死ぬのかな、うん、多分、あれは覚えてない。ずっと言ってるやん。でも、随分昔の話は覚えてないけど、マンハッタンは確か美味しいですよね。うんうん。あれのマンハッタンをしても、まあ、本来のね、その日の気分が美味しくない、うん、少し使ってみたり、うん、キーバーボンだったりとか、うん、っていうことになるとね、マンハッタン選ぶだけでも、うん、それだけでね、5つぐらいリキュールが必要になるわけで、うん、そのはい、人内も作るのもいいんだけど、まあ、人内もなんでもいいんだけど、ジンも何種類か持ってるわけですよ。もうそうするとね、ストレート50本とか60本とか部屋に並ぶわけです。その辺全部なんか飲めないから、ちょこちょこずつここ減っていくんですよ。で、なおかつあのさっきあの
マティーニの話しましたけど、マティーニなんて、あれ、ベルモットもゴミみたいにしか使わないんで、で、しかも、開封したら冷蔵庫にあれ入れないと、ダメなんですよ。あれ、だからアルコール15度ぐらいなんで、まあワインと同じようなもんで、だから、ないんだよ、そんなのって。冷蔵庫のスペースなんてほとんど酒で埋まってっからね。なので、俺はやめました。もう、テストも全部人にあげた。うん、その方がいいです。やっぱり俺の知り合いで撮ってるやつは、ソフィアがほぼ、長瓶の倉庫に。俺はさらに、段ボールの中にも大量に入ってますからね。だから新潟、今 4年前ぐらいからこっち来たんですけど、段ボールに酒詰めて、詰めるだけ詰めて、もう、あれ、何個あったかな、持ってきましたよ。むちゃくちゃ入れて、あれ、何本入ったかな、すげえ入れて、すげえ重いんで、今ロフトがあって、ロフトの上に乗せたはいいんだけど、2段とかになるって、2段3段とかになっちゃって、で、一番下の取れないんですよ。それで。あれもこの仕上げても来たんのかな。うん、7種類だから1,2,3,4,5,6,7、 あ、来てましたね。普通にスモークウインナーとか、あ、食ってたんだって感じ。アホですね。あれ、この野菜はこれ何で来たの？それサービス。あ、そうなんですか。あ、へぇ。本当に知らなかった。いや、多分、ロセットでしか頼まない。2本頼んでもしかしたら来るのかもしれないけど、でも、それ頼んでも残らない。これあげない。甘っ。甘っ。はい、美味しくいただきました。だからこっちがあるんだよ。本番はこっちなんだよ、こっち。もう揚げになってるのよ、ぬちゃぬちゃになってる。あー、うまいな。酢が大好きなんで、ちょっと酢かけます。うわー、これしょっぱいな。酒飲みなくなってくる。花粉症って季節によってその杉花粉とヒノキ何とか花粉とかってあるんですか？はい、でもティッシュペーパーもなんか なくなってたとかって言ってましたよね。あ、大丈夫でした。薬ってね。ああ、そうなんですか。それもなんかあるんですか、酒に。たまたま俺がもらってる薬はお酒との相性が悪いのでお酒飲まないでくださいって言ったのね。でも日本はワイン2杯じゃなくてベロンベロンだって。ワイン2杯すごいっすね。まあ、さすがに2本飲むとかなりベロベロだと思うんですけど、もう1本はもうすぐに、もう1本飲むスイッチ入っちゃって、さっきほら一杯飲んだらね、一杯で終わらない。でもそういうこと、自制心が働かなくなってくる。
で、だから俺生放送中に普通に寝落ちして、で、起きたら10時間ぐらい生放送してて、はぁってしかも3人ぐらい視聴者数いるんですよ。リアルで。お前ら何やってんだよって。マジで本当に謎なんですよ。うん、うまいうまい。これは確かにもうボリューム満点ですね。これ得だ、これ。ああ、なるほど。確かにそうですね。でもやっぱ銀座のあの300バー本当にとんでもないですよ。はい、300バーでやってますよ。300バーでググってください。すげえですよ。あそこ銀座の1丁目とかなんですけど、恐ろしく地価が高いじゃないですか。それなのにあそこで一杯300円で、しかもすげえシェーカーの俺だから、まあ、アマですから。でもそれを見てもすごいシェーカーのものすごい作り方と速さと、でおまけに外国人腐るほど来るんで、英語ペラペラとか外国語ペラペラなんです。バケモンです、あれ。すごいっすよ。だからもう常時だいたい100人ぐらいで、でも立ち飲みでもそう、まあそうですね、ここら辺のいったここよりはでかいですね。やっぱすげえですよ、あれは。あそこまでのバー今まで見たことない。しかも席料というか席料無料ですか。でもね、俺歌舞伎町行ったら1時間1000円で、でしかもマティーニ頼んだらマティーニ作らないって言って言われた店あるんです。なんかなんていうかな、まあ、地下アイドル的ななんかそういうのを呼んでそこに呼んで、それでなんか集客するみたいなバーなんですけど、歌舞伎町で、うん、いや、そも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 メニュー自体ないんです。だから知らない、いやだからもう日本酒とかそのままわけわかんないんですよ。だからもう俺はもうすげえイラついて、だから結局釣られたんですよ。その女性にそこ来るからって釣られて行って、で席の1000円です。でメニューないっす。で、席料1000円もそもそも書かれてもいないし、言っても来ないので、そんなん知らない。1時間1000円です。いや、もうだから店内がめちゃくちゃちっちゃいんで、まあ、あれはもう二度と行きたくない。歌舞伎町なんてもう一回終わるからな、マジで。深夜になると、俺深夜帰ったんですけど、めちゃくちゃなんかガンつけてくれやるのが、腐るほどいて、でもガンつけ返したんですけど、確実にやべっす。外国人の方も腐るほどいるし、
ほとんどもう出ない。いらっしゃいませ。はい。いらっしゃいませ。大きな大きな。でも銀座ではそのバーではチャージ料、席料無料、だからおかしいと思ってるんですよ、だからものすごい来るんです人、毎日全く 何人かも分からない人がめちゃくちゃ来るのに、全部英語ペラペラっていうか、英語どころかの外国語ペラペラなんですよ。で、そのモヒートが、認定を受けている唯一の、日本では唯一、というか、日本じゃなくて、世界で唯一。そうです。日本だけじゃないんですよ。あそこだから、モヒートがキューバだったっけな。ですよね。キューバで、キューバの大使館から、唯一認定を受けた。だから、モヒートだけでも、複数何十種類あるんです。一応メニューに書いてある場所はあるんですけど、まあアレンジ、あとまあアレンジとかでもしてもらえるんで、だからモヒートを飲むんだったら間違いなくあそこなんです。で俺も飲んだんですけど、ぶっちゃけそもそもミント自体が入手めんどくせえっていうか高いんですよ、自分で作るとしたら。でも、いや、あれうまかったな。だからそもそもだから、バーテンダーの人がものすごい半端ない。素人からしてもものすごい。素人目から見ても恐ろしいんで、マジで行った方がいいです。クレカも使えるし、タバコも吸い放題だし、チャージ料金一切ないし、銀座確かに 2店舗あるんですよ。で、まず、その片っぽですね。あ、3つあるんですか。これ1個しか行ったことないですけど。で、たまにDJ みたいなの人が来て、なんかレコードみたいなのなんかやったりする、イベントみたいなのもあったりするんですよ。うめえな。もはや何を頼んだか覚えてない。おかにかは3杯。2杯飲んで、梅干し入りサワー。飲みすぎて、だからチケット制とかだったら、出すだけ、だからチケット最初に入り口で買えるんですよ。で、まあ、3000円で11杯、11枚。で、あとのハッピーアワーっていう時間とかだと確か、本来では300円じゃないやつが300円。で、あとはほぼほぼ全てのカクテルは300円。ただ特殊なあとその料理みたいなやつとか、特殊な大勢のメニューとかになると300円じゃなくて2枚とかになって600円とかになるんですけど、カクテルはほぼ100円です。あ、300円です。1枚です。だから考えられないんですよ。その後に、ね、チャージ料金1000円で待てに頼んだら作らないって。なんか、スキンヘッドの、店主。マティーニくださいって言ったら、作らないって言って、わけわかんねえわって。もうわけわかんないです。あそこはもう、ひどいです。
生グラフサワー、すいません、ミニグラスの生ビールください。あぶね、あとやっぱ雷版、あの雷の、あの、あ、じゃあ浅草の神谷バーズ好きです。あの1リッターの、1リッターね、高すぎ、ああそう、あの一番でかいジョッキが1リッターのやつで、1リッタージョッキなんですよ。で、あの値段が確か1000円ぐらいなんですよ、生ビール。あので、あの俺が持ってる、あ、飲まないですよ。で、本来はあの神谷バーのあの電気ブランっていうのがあって、これ30度と40度のやつがあるんですよ。え、そうなんですよ、2種類あって、で、オールドってやつが、まあ、若干高い、その、1杯だから 60cc ぐらいのやつで、値段が300円か400円ぐらいです、うん、まあ、そのぐらいの、あの、ダブルショットかの、まあ、あのやつなんですけど、あのホームページ見てください、あの、安いです。で、それでチェーサーを、まあ、それブラン、あの、ブランデーベースなんで、電気ブランって言うんですけど、あと、その他は、まあ、あの、調合とは秘密なんですけど、それを、あの、これをチェイサーにして飲むっていう。あの、ウイスキーのチェイサーでビールを飲むっていう。1リッターのやつ買って、で、こうやっての交互に飲むみたいな。あれが本当に美味しくて。神谷バーは、あの、だから、1リッターのジョッキは、うん、本当に俺も欲しいんですけど、あの業務用すぎて、一応俺が持ってるの700ミリ、結構俺グラスマニアなんですけど、あのグラスめちゃくちゃ持ってるんですけど、一応アサヒのスーパードライのジョッキで、その1リッターのやつが来るんですけど、1リッタージョッキっていうのが来るんですけど。あ、スーパードライ大好きです。じゃあ、あれ、マジで？それどこですか？新橋のドライロック。ドライドック。ああ。あ、どうもありがとうございます。ほう、それ全然知らなかった。あ、クラブで言ったら、ありますよね。超有名な。知らないですか？あ、どうだろう。ね、多分銀座だったと思うんですけど、そうです。ああ、ブライマンさん。うまいぞね。あれ苦いやつね。多分飲む、あるいは、札幌の場合は、工場がね、ジンギスカン。